こんにちは稲田に。今週は駒ヶ根市南割公園の八丁トンボに会いに行ってきました。日本で最も小さいトンボで、大きさは一円玉ほどです。南割公園は中央道のすぐ脇にあります。30年前、中央道の建設で斜面を削ったところ、湿地ができ、八丁トンボが住み着きました。まだ見てない人、メス見つけた人いる？はい、目の前にいる。かつて稲田の里山に広く生息していましたが、今では限られた場所でしか見ることができません。もともとここは盛り土を削ったところですって、トンボはいなかった、八丁トンボはいなかった。でもここへ来たのは、近くにいた生息地から飛んできた八丁トンボが今ここへ住み着いている。でも今はこの周りにはこういった生息地がないので。八丁トンボを育む会が20年ほど前に結成され、保護活動や観察会などを開いています。やっぱり実際にここへ来て、そのトンボを見ていただいて感じてもらいたいということです。でその感じることによって、八丁トンボがどういった環境に生きているかということを考えてもらいたいということですね。吉田さんによると、田園風景が広がり自然が豊かに見えても、八丁トンボが生息できる環境は今ではごくわずかしかないそうです。八丁トンボはこのわずかな空間で命をつないできたんですね。南割公園の八丁トンボ、また会いに来ます。ふるさとの声が聞こえていますか？甲は